ボフミルクビシュタは、チェコの画家、美術評論家である。チェコにおける、前衛絵画の先駆者である。現在のチェコ、フラデツ・クラーロベ州のブルチコビチェの農家に生まれた。1903年から、プラハの工芸学校で学び、翌年プラハの美術アカデミーに移り、ブラホブ・コバッツに学んだ。美術アカデミーに長くとどまらず、1906年に、フィレンツェやパリを旅した。 1907年にチェコの全映画家エミール・フィラやプロハースからと芸術家集団オスマを結成した。オスマは1905年にプラハで展覧会を開いたエドバルド・ムンクの作品に影響を受けた画家たちで結成したものである。1910年頃までは表現主義のスタイルの作品を描きドイツ表現主義のグループブルッケのメンバーと交流した。ドイツの ベルリン分離派からブルッケのメンバーらが分かれて作られた新分離派のメンバーとなりその展覧会に参加した。この頃、チェコの画家ヤン・ズルザビーも加わった象徴主義的な美術団体スールスムにも参加した。1910年頃にパリのアンデパンダン展に参加し、パブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックが示したキュビズムの作品に影響を受けた作品を描くようになった。 第一次世界大戦中のインフルエンザのパンデミックの犠牲となり、プラハで亡くなった。ありがとうございます。